ドくんがいたらなんて言うだろう。レイドくん嫌いな人ってレイドくんのどこが嫌いなんだろう。嫉妬やね。嫉妬か。嫉妬やね。嫉妬だね。V スポの女の子たち遊びすぎてるから、うん、配信者からは好かれてるよね。うん、俺といるとき接待してくんないかな。俺の秘密全部知ってる。月収年収性癖全部知ってる。じゃあその中でさ1個だけさ聞いていい？無条件に。そんなことある？うん、無条件に。それはもう罰ゲームじゃん、うん、月収と年収は絶対に言えないから、うん、もう性癖しか言うことないけど、そんなこと言ったらもう、あ、大丈夫、性癖聞こうと思ったから大丈夫。大丈夫じゃないんだ、うん、大丈夫じゃないんだ。性癖何？しかも2つか3つくらい話したような気がするわ。性癖を負けすぎて。多趣味ってこと？え？多趣味ってこと？もうこれ以上やめとこうぜ。多性癖か。あ、トイレしたい。じゃあギリギリまで長引かせて判断力鈍らせるわ。それが性癖ってこと？ガチでやめてくれ。そうなのか。それが性癖ってことか。やだ、燃えたくない。いや、ちょっと燃えたくない。そんな感じだったか。マジか。我慢させて、我慢させて、で、やってしまって、やめろって。恥ずかしそうにしてるナズピを見るのがやめろ。いいのかい？やめろ。違うんですよ、VS4屋さん。彼女の暴走です、これは。でも良かったよ、ナノ。2キロ持ってたのでかかったよ、今。もうダフダフ。もう一生懸命使わせてほしい。あいつは強いね、でも。ね。もうだって。だってもう。本当にフィナーレやめちゃうの？フィナーレ2000しかやってないよ。俺まだ来たばっかりや。違う、ひなのが MVP の試合だってあったよ。本当だ、あるじゃん。一回デスマッチやっていい？一旦ね、精神統一のね。本当に弾が当たらない。ねえ、やめるよ、もうやめるよ。違う、お前、いいの？分かんなかったの、ひなのって。もう、無理。すげーのでしょ？マジドペヘタやわ。ねえ、やめて！ねえ、やめてって言ったじゃん。ごめん。もう、無理。もう、なんやった。ん？待って、8人。ひなのカバー行くわ、それ。ひなの？ひなのカバー。違う。ひなのって言った。ひなの。ちょ、回せないで。キッチンいるかも。やばい。残り1枚。はい、はい。もう、えぐいってガチで。なじましてもナイス。笑わせんのやめて、マジで。え、なんで急にさ、急にふなさんがなんか、これしか飲もうと。違う、あの、早口になってさ。ごめん、ひなのカバー行くわ、これ。なんかそう。別にひなのって呼んでてもいいだろ、別に。誰だよ、お前らは。弾取ってる。ね、それ見ながら。ね、ひなのに最後に聞きたいことあるんだけど。無理。強く生きてくれ。なんで旅行の時デレデレしてくれなかったの？なんでナズピーにチューしなかったの？なんでお布団一緒に入るのふりしたの？なんでナズピーに足絡めなかったの？おやすみ。お風呂入ったのに。別に。スーちゃんにだけお風呂抱きつかれて。いや、それがスーちゃんが抱きついてきたんじゃん。で、私が抱きついていいって言ったら、いや、無理って言われた。ナズピーさん、おっぱい薄けてきたじゃん。おっぱい押し付けてきた？うん。お風呂で？うん。おりよ。そうだっけ？あ、秋や。やめなよ、こういう話すんの。え、ひなのが今言ってきた。本当だよ。ちょっと、そこの子が言う前で、女風呂の話は良くない。でも、うちらの風呂、めっちゃやばかったよ。ね。めっちゃやばかった。やばいな、そう。やばかったよね。とりあえず、お前がな。配信を切った後、詳しく聞こう。言ったね。キモすぎ。ここから名言。ここから有料コンテンツです。それはそう。でもちょっとひなのと話したことあるから、ひなのちょっと配信終わったらちょっとこいて。うん。え？ん？告白？
俺たち席外してた方がいい。じゃあ配信閉めます。はい、配信切ります。お疲れ様でした。